ドラマ CD 少年陰陽師テーマトークキャストクレジット始めるぞ。このテーマトークキャストクレジットではあらかじめ決められたテーマに対してコメントを述べてもらう。さて、このドラマ CD を聞いて分かる通り、いつも正弘は偉大なる祖父生命に比べられかなわない。だからこそ生命に負けたくないと正弘は思い、旧鬼どもを倒すと決意した。今回のテーマは正弘の生命に対する負けず嫌いなところにちなんで、これだけは誰にも負けない、負けたくないと思っていることだ。抜かるなよ、生命の孫。孫言うな、もっくん。もっくん言うな、孫。それでは、テーマトーク、スタート。正弘役の海田ゆきです。いつでも負ける気満々です。はい。もののけ役の大谷くいです。負ける、負けないでものを考えてないので何もないです。と思ってることが、誰にも負けないかな。グライン役の小西勝之です。まあ名前をね噛んだ通りもう負けっぱなしです。生命役の麦人です。わしの老後の人生が決まりました。大陰陽師になる。お払い一回100万円よろしく。若生命役の石田明です。負けたくないこと若さですかね。はい、清流役の森川俊之です。牛丼食べるスピードを負けません。はい。藤原の明子役の小林さないです。誰よりも酸素をいっぱい吸ってます。あ、藤原の雪なりの関俊彦だなり。負けないことは納豆をかき混ぜる速度だなり。旧鬼役の若本のりおです。今日は究極の二枚目妖怪をやらせていただきました。美形の妖怪ということでね、大変気持ちが良かったね。ありがとう。さあみんな、なかなか面白いパーソナリティを持っている。さすがだな、本当。これから旧鬼どもとの激しい戦いに臨む俺たちの活躍を次回も楽しみにしていてほしい。ドラマ CD 少年陰陽師第2巻もよろしく頼むぞ。ではさらば、ドロン。